次はスミア、住吉リオン、オリエンタルムードたっぷりな来季の SP 曲を演技、お客さんが近くに感じられ、楽しく滑ることができた。3日アイスショー、プリンスアイスワールド横浜公演、厚生新横浜スケートセンター、2022から23年シーズンのフィギュアスケートグランプリ、GP シリーズに2戦出場した女子の住吉リオン、19、オリエンタルバイオ名代が前半の演者として登場。 新しいショートプログラム SP 曲 Blood in the Water を演じた。ゲストスケーターの一番手だった住吉はオリエンタルムードたっぷりのメロディーに乗った演技を展開。ダブルアクセル、二回転半ジャンプやコンビネーションジャンプに加えてスピンなどで会場に集まったファンを魅了。演技を終えた後は笑顔を見せながら手を振って拍手に応えた。 2度目の公演が終了した後には、明大の先輩でもある、樋口若葉22、ノエビア、ホンダマリン21、ジャルと共に、観客にお礼の挨拶をするために、表情へ登場。来季への一途となったこの日の演技を、ステップの時に、すごくお客さんが近くに感じられて、楽しく滑ることができましたと振り返った。A New Progress Broadway Classics と題して行われる今回のアイスショーは、 4日と5日にも同じ会場で計4公演が開催される。